ティルオイレンシュピーゲルティルオイレンシュピーゲルは14世紀の北ドイツに実在したとされる伝説の記人。様々ないたずらで人々を翻弄し、最後は病死、もしくは処刑されたとされる。民衆本の中では、ティルはブラウンシュバイクに近いクナイトリンゲン村の生まれで1350年にメルンでペストのために病死する。 かつて人々が口伝えに物語ってきた彼の生涯は、15世紀に、ドイツで、民衆本、ティル・イレン・シュピーゲルの愉快ないたずらにまとめられ、出版された。このため彼の言動はエピソードごとに、守備一貫しておらず、様々な地方、語り手によって伝承されたエピソードの編纂である、ことが伺える。ここで繰り広げられる彼のいたずら話やトンチ話は、 日本でいうところの一級さんのように非常に有名である。教会や権力者をからかうティルの姿勢は日本の基地463にも似通っている。ティル・オイレンシュ・ピーゲル編著者については長年不明とされ様々な説が出されてきた。オイレンシュ・ピーゲルの初の研究家とされる J.M. ラッペンベルクは1519年版のオイレンシュ・ピーゲルが最初版であり、 変者は15から16世紀の風刺詩人、トーマス・ムルナーであるという説を唱え、1854年にムルナー名義で出版を行った。しかしその4年後に1515 15年版が見つかり、この説は否定された。19世紀末にシーバルターによってヘルマン・ボーテが変者とされたが、イーシュレーダーラの批判によって立ち消えとなった。その後、 チューリッヒの研究家 P ・ホネガーの研究によって各章の頭の文字がアクロスティックになっておりその中にアーマン B という文字列が見られることなどが判明したため近年ではこのヘルマン・ボーテが編著者だと考えられている1978年にはインゼル文庫からボーテ名義のオイレン・シュピーゲル本が発行されているオイレン・シュピーゲル ウーレンシュピーゲルの名の語源解釈には二節あり、一つは、高知ドイツ語での、フクロウと鏡、鏡という意味をそのまま受けたもので、ジョーズの民衆本の表紙でも、フクロウと鏡を手にした姿で描かれている。安倍金也はこれを、木版画家のあまり意味のない解釈としている。民衆本の第40話には、彼が、いつもの習慣として、ラテン語で、彼はここにいたの文字を、 フクロウと鏡の絵と共に書き残す場面がある。オイレンシュピーゲルがラテン語を使うという不自然さから、この部分は後世の付け足しと考えられている。もう一つの説は交渉で使われた低地ドイツ語の方言で、彼の名がウーレンシュピーゲルと発音され、これは当時の低地ドイツ語で、服と尻、すなわち尻を吹けを意味するダジャレであるとするものである。こちらも、 民衆本の第66話で窮地に立たされたウーレンシュペゲルが俺の尻をとっくりと見てみろと開き直り、これから逃れる場面がある。研究家シーバルター、ケイゲーデケ、W シェイラーらは本来の民衆本は定置ドイツ語で書かれ、重版の際に高知ドイツ語に書き換えられたと見ている。作品中にも定置ドイツ語のままのエピソードが数編存在し、 1515 15年版が原本とは見られていないが、これ以前の原本は現在も発見されていない。イーカドレックは1916年に文体や内容の際から交渉者としてと編纂者としての二人の作者がいるとしている。一方、エルマッケンゼンは1936年にこれを強要ある人物による個人創作としている。ラッペンベルクやイーシュレーダー、 W. ヒルスベルクラは、ティルの実在説を取り、生誕地の年代記に取材して、同性の人物を見つけているが、確証は得られていない。ティルの死因についても、民衆法以外の記録はない。彼を題材とした芸術作品としては、リハルト・シュトラウスの公共詩、ティル・オイレン・シュピーゲルの愉快ないたずらがよく知られる。民衆本では、公式刑を言い渡されたティルがトンチを聞かせて、 まんまと逃れてみせるが、シュトラウスの公共誌では伝承の別の形に従い、公主刑が執行され、終局となる。その他の作品としては、ゲアハルト・ハウプトマンの物語誌、ティリオイ・レン・シュピーゲル、ジェラール・フィリップの監督、主演映画、ティリオイ・レン・シュピーゲルの冒険などがある。日本では、児童文学者の岩屋・さざなみが、明治38年に、ミミズク・太郎という題名で、 数エピソードを子供向きにアレンジした日本語本案を行った。他に、手塚富雄によって28編が選ばれ、昭和26年に、いたずら先生一大記として、世界文学全集に加えられている。1977年には、西ドイツの郵政賞から、オイレンシュピーゲルの記念切手が発売されている。典型的な同型の姿をした。 ティルの銅像を彼の最後の地とされる北ドイツの都市、メルンには彼の銅像や博物館が存在している。また、原点の民衆本とは異なり、典型的な宮廷道家の姿で描かれたものが多く見られる。名曲アルバム、ティルオイレンシュピーゲルの愉快ないたずら、リーヒャルトシュトラウス参考、安倍金谷役、ティルオイレンシュピーゲルの愉快ないたずら、岩波文庫、1990年。 ISBN40 億324万5512、416から418ページ。ABCL、アジザ、アールスクトリク、CL、オリビエリ、欧米文芸登場人物辞典、大衆館、書店、1986年、ISBN44 億6901万2130、253ページ。ありがとうございます。